皆さんこんにちは、報徳学院学習ブログのとしです。今回は小学校6年生の算数、面積の単位についてお話します。今回は問題を解く動画ではなくて、これまで学習した面積の単位、これを復習しておく動画です。面積の単位は長さの単位を基準にして作られていましたね。これ正方形で表してみると、一辺が 1cm の正方形、この面積を1平方センチメートル、このように言いました。一辺が 1m の正方形の面積、これは1平方メートルですね。これに対して一辺が 10m の正方形、これは 1r、ね、こんなふうに言いましたね。覚えていますか？さて次は一辺が 100m の正方形です。これは1ヘクタール、こんな名前がついていました。そして一番大きい一辺が 1km の正方形、これは1平方キロメートル。今まで皆さんはこういう面積の単位を学習してきたわけです。ではこれを表にしてみました。こちらが表です。正方形の一辺の長さがここに書いてあって、その下に正方形の面積、これを穴埋めするようになっています。一辺の長さが1センチの正方形の面積、これは1平方センチメートルですね。一辺が1メートル、これですね。この正方形の面積は1平方メートル。じゃあこれは何平方センチメートルかという時、1メートルは100センチですから、平方センチメートルに直す時にはこれ 100×100 をやればいいんですね。ということは1万平方センチメートル、で0が4つで1万平方センチメートル、このようになりますね。一辺が 10m の正方形、これですね。この面積は 1r です。 1r は何平方メートルかというと、一辺が 10m ですから 10×10 で100平方メートルということになります。次は一辺が 100m の正方形、これは1ヘクタールでした。さて1ヘクタールは何 R かというと、これは 100R なんですよ。これなぜかというと、この 10m10m 1R の面積の正方形をここに並べると、縦に10個横に10個並ぶので 10×10 で、この中に100入っていると分かります。だから 100R なんですね。じゃあ何平方メートルか、 100m×100m、 これをやればいいわけですから、これ1万平方メートルね、こういうことになります。さて一番大きい一辺が 1km の正方形、これですね。これは1平方キロメートルです。じゃあこれは何平方メートルか、1キロメートルは1000メートルでしたね。ですから平方メートルにするときには 1000×1000、 これを計算します。 1000×1000 は100万ですから、1平方キロメートルは100万平方メートル、1の後ろに0が6個並んで100万平方メートル、このようになるわけです。皆さんは小学校の算数でこのような面積の単位、今まで学んできたんですね。今日も最後まで見ていただきどうもありがとうございました。ではまたお会いしましょう。さようなら。